たまかまです。今回はバニッシュドやっていきたいと思います。私今までいろいろ街づくりシミュレーションゲームやってきましたね。ビーバーが街を作るティンバーボーンとか、原始時代のドン・オブ・マンとか。このバニッシュドは、いわゆる街づくり系ゲームの金字塔のような、名作ゲームだということで、ちょっと恥ずかしながらね、やったことなかったんで、ちょっと一回ね、触れてみたいと思います。ちなみにバニッシュドっていうのはね、日本語にすると追放者たちみたいなね。追放されちゃったんだって。かわいそうだから街を作ってあげましょう。チュートリアル一通り終えたんで、新規ゲームで新世界を作っていく。集落の名前、サイトアマ。サイトアマでいきましょう。その他、地形とか気候とか、難易度はデフォルトのまんまにしたいと思います。ちょっと気になってるのが気候条件厳しいなんだよな。これ大丈夫？いいか、やってみましょう。サイトアマ。はい、スタートです。始まりました。いきなり冬？あ、大丈夫。春でしたね。はい。みんな家がないと言ってゾロゾロ歩いてますね。ちょっと待って、時間を一回止めるよ。ストップ。はい。何人いるんだこれ最初。さっき得たばかりの知識で。よいしょ。はい。大人10人、子供10人かな。じゃあ、住宅建てましょう。木造りの家。石造りの家。共同住宅。へえ。自分の家を持たない人が一時的に入る建物だって。まあ、普通に。木でいいんじゃないですか？木材16、石8使うって。これ何人住めるんだ？ 1 個、2個？何人住めるのこれ。3個ぐらい作った方がいい？ 3 個。はい。あ、で、そっか。木材とかはあるんだよな。あるから、まだいいかな。いや、ちょっと木の伐採とかもやっぱりやった方がいいよね。資源の収集。これで木と石を収集できまーす。ここら辺切り開いていくか。よ。はい。で、集めた資源はね、こういう、倉庫っていうか、物置き場に置いてくれるんですけどもね。倉庫を別に作ることもできるんで、倉庫作りましょうか。物置小屋を隣に、でん。お、やってる。やってますよー。いいね。おー。いい感じ。あ、しまった。忘れた。あれ？あ、大丈夫か。大工がいなくても、家建ててくれんだな。これチュートリアルなんか大工が必要って書いてあった気がするけどな。いらねえのか。とりあえず割り当てましょうか。2人ぐらい。で、労働者今8人、そっか。大人、子供働けないからね。今大工2人割り当てだから残り8人。10倍速。いいねー。早い。よし。家が3つできました。1つの家で、1、2、3、4、5、8人住めるのか。あ、じゃあいいね。24人住めるからみんな住むことができる。オッケー。で、どうしようかな。食料も欲しいとこですよね。食料はね、まず、野草だな。野草を探しましょう。はい。野草取りの小屋。これをですね、野草なんで、野草はね、木の周り、古い木の周りに野草が入るらしいから。この古いってのがポイントだよね。新しい木、植えたばかりの木の周りには生えないんだって。で、砂利道作ろうかな。砂利道があると、人が早く移動できるそうな。よし、物置小屋が完成しましたね。はい。これができたんで、多分こっちのアイテムとかってどんどん移してってくれるのかな、物置小屋に。あ、でもこれ資材置き場だから、これはこのままか。物置小屋は多分、あれだね。あれ物置はもともとあったわ。あったわ。そっか。物置小屋あったのか。あー、なんか俺これ、最初立ってるこれ、なんか、役所的な感じかと思ったけども、物置小屋だったわ。じゃがいもと皮のコートと鉄の道具が入ってますね。はい、使わないものを早速作ってしまいました。あ、なんか動物めっちゃいる。めっちゃ鹿だらけじゃん。鹿狩ろうぜ。狩猟小屋、山菜採りの小屋の向かい側に狩猟小屋。おお、すごい綺麗に採取したね。ちょっとまだ石が心もとないかな。石がもっと欲しいです。ここら辺から取っちゃおっか。はい、大工もうちょっと増やすか。いっぱい建てるものあるからね。大工5人。はい、残りの労働者は無職ってわけじゃなくてね、資源の採取をしてくれますからね。あれ、まだ家ない人いるな。あれ、20人でしょ。これ計算間違えた。123456788。あれ、ここはこれ住めない、もしかしてダメ。おいおい、10歳の女の子が大工やってるぞおいすごいな。まあそうだよね、甘えたこと言ってらんないよね。だって追放者たちだもん。追放されちゃってんもん。うん、頑張ってほしい。あれ、家足りないんだなこれきっと。じゃあもうちょっと作るかね。そうですね、もうちょっと作りましょう。はい、ここら辺にこっち向きかな。こうやって作ろう。あ、野草取り小屋が完成したね。これハテナは何を取るか決まってないってこと。稼働、オンオフ切り替えます。オンでいいんだけど、働き手がいません。あー、そっかそっかそっか。野草を取る人1、合計4人まで割り当てられるってことかな。まあ、2人ぐらいいきましょうか。狩猟小屋ができた。はい、割り当てましょう。1、2人。お、狩人来たかん。これ違うか、年齢2歳だった放心しているあー、鹿が帰っていっちゃうよ。ほらほら、狩猟小屋の前を鹿がめちゃめちゃ通ってる。早く飼って。この人、あ、野草取りの人だ。あ、鉄の道具使ってる。なるほどね。おお、取ってる取ってる。野草、おお、取ってる取ってる。へえ、狩人いた。狩人めちゃめちゃ無神経に鹿の周りを歩き回ってっけど。狩りなさい。え、めっちゃ森林浴してないあ、見て見て、ほら、野イチゴとか根菜とか取れてるね。これ多分野草なんだろうね。玉ねぎも生えてる。あ、いいねー。資材いっぱいあるじゃん。あ、もう置ききれない、もしかしてここ。そうだね、溢れてんもんね、こっちね。資材置き場ちょっと増やすか。ここら辺も資材置き場にしちゃおうよ。ね。うわー、なんかいっぱい出てきた。資材置き場満杯になりそう。食料備蓄がわずかですって言われた。うっそ!337。もともと1500あったよ。あ、やばい。いきなりやばい。ちょっと待て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 。食料を他に、増やす方法。農地。あー、農地。すぐ食べれるもの植えられますか？ど真ん中にここ農地。で、作物は、ピーマンかかぼちゃ。この2択。ピーマンはかぼちゃ。かぼちゃで、いいんじゃないですか？で、働き手は2人。あと、釣り小屋いいっすね。川が確かこっちにあったよね。あるね。川に釣り小屋を作りましょう。どうすればいいんだろう。ここら辺かな？はい。音楽結構不穏だよね。え、今なんか俺がピンチだからピンチだからこんな音楽なの？早く家作って家作って。そう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 。はい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 。あ、冬だった。しまった、ちょっと待って、冬だ。冬はあれだよ。焚き木、薪がないとやばい。薪作ろう、薪。ここに、薪割り場、作りましょう。やばいよー。これちょっと先に作ってほしいんだけど、なんかあるだっけ？優先度みたいな。住民の総数、違うね。優先度的な感じのものは、なさそうだな。みんな大丈夫か？雪降ってきたけど大丈夫か？寒いよね。そもそも家がない人いるからね。いかん。追いついてない。ああ、ちょっと健康減ってきたぞ。平均健康度が 4.5。ハート 0.5 個分減った。音楽が不穏。やべえぞ、パニッシュド。すごい、のほほんと始めたけども、結構バランスシビアだな。よし、家できた。これでみんな住めるでしょう。ね、家なしアイコン消えたもんね。オッケー。よし、めっちゃ雪降ってっけど、まだか。釣り小屋。釣りをするんだ。オッケー。出来上がった。人を割り当てろ。一人、二人。焚き木小屋ももうすぐですからね。あ、できた？まだだよね。いかん、気温マイナス12度だって。早くしろー！オッケー！お、やってる。いいぞ！おー、すごい、どんどん出来上がっていく。いいね。っていうのと、あとは牧畜しましょう。牧畜。牧場を作りまーす。とりあえず、こんぐらいの大きさで。ドン！で、あれだね。木こりっていうか、植林をしたいですね。植林がね、できるんだなぁ。多分ね、まあ、ここら辺とかがいいかな。この辺りに、これだね、木こり小屋。植樹と伐採を行う。これを、ここら辺に、よいしょと。いやー、最初から厳しいね。っていうか、結構1年あっという間なんだね。もう番頭だって。で、人口もいつの間にか ?3 人増えてる ?23 人になったわ。おー、釣りしてる。すごい格好でしてるな。おー。釣れてますか？どうですか？ 86 釣れてるって。へー。やった！初春になった！おー！まだ雪は降ってるけど。いやーでも、いいね。乗り切った。最初の冬をなんとか、死者を出さずに乗り切ったね。死ぬとか当然あるよな。年齢あるもんね。よかった。ちょっとあれだね、冬が来る前に、この薪を貯めておかなきゃダメだね、これね。うん。よし、牧場が完成したよ。さあ、動物いないのか、今。マジか。あれだ。行商人とかから動物買わなきゃいけないんだ。あの鹿さんいかがでしょう？小鹿もいるじゃん。かわいい。鹿とかこう住んでくんねえかな。なんか美味しいご飯提供しますよ。行商人はこれだね。交易所。これ作ればいいのか。うわぁ、木とかすごいね。木82、石80。あれ、鉄かな ?40。親の敵。よし、出来上がった。木こり小屋です。人割り当てます。二人ぐらい。伐採も植樹もやるでいいんじゃない？この黄色い円の範囲ね。この範囲の中でやってくれます。あ、かぼちゃかぼちゃができそうだ。33% 収集完了。へー。で、果樹園もあるんだよね。これもやろうか。果樹園。ここら辺果樹園にする。この辺りね。食料めっちゃ少なくなってきたな。81だって。マジか。あれ、みんなやってるよね。狩猟小屋で取ってるでしょね。え、ああ、皮も取れるんだ。皮と鹿肉取ってんじゃん。釣り小屋の人数増やすか。4人。野草取りの小屋もまだ増やせるね。はい。食料心もとないわ。お、かぼちゃ、収穫してるね、これ。うんうん。食料500、あ、600超えた。こんだけあればちょっと安心かな?で、薪も今200を超えたんで、上限足したんで、もう作ってませんっつうことだな、これはな。200あれば足りんのかな?まあ、無駄に木材使う必要もねえしな。あ、家のアップグレードできるね。石造りの家に変えられるって。やろうかな。木24、石40、鉄10だって。いいんじゃない?はい。家のない住人がいます。ああ!改装中は住めないのね。マジか。早く改装して、これ。ん?施設内から荷物を運び出しています。とりあえずちょっと一回中止していい?なんか終わんねえんだけど。中止。はい、また住み始めた。インベントリ何残ってんの?あー、なるほどね。キノコとか食料が残ってたんだ。この家の中に。お、雪降ってきた。でも今度は大丈夫だろう。そして、果樹園が完成。何がいいか。リンゴ一択。いいじゃん、リンゴ。埼玉ブランドのリンゴを作ってやろうよ。あれ?ちょっと待って。まだ家がないっていう人いるけど。おかしくない?もう住めるじゃん。住んでよ。え、なんで住んでくんないんだっけ?すごい不思議。え、なんで?住みなはれ。いや、最初からもう建てちゃおう。ね、アップグレードちょっとよくわかんないな。うまくいかないな。ここに一軒建てまーす。果樹園に疫病が発生しましただって。えへ?うっそ。疫病?待って、どうすればいいのこれ。なんか調べたら、一回起きた疫病はもう防げないって。お、でもこれかなり初期だからね。伐採すらできないからな。伐採できんのかな?あ、伐採した今。伐採指示した?伐採すればね、まあ、当然リンゴの木はなくなるんだけど、木材として利用できるらしいので、とりあえずまあそうするしかないね、これね。あー、吹雪いてる吹雪いてる。よしよし、できた!石造りの家完成!やったー!よかった。みんな住んだね。ふぅ。危ない危ない。2年目の冬を迎えています。いやー、最初からなかなか緊張感のある展開だったね。でも展開がスピーディーでね、すごい飽きさせない工夫が見られますね。面白い。はい。次回もね、やっていきたいと思います。まだまだね、いろんな施設が建てられたりね、できるらしいので、楽しみです。ということで、良ければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。